はい、こんにちは、ビッグボーイと。ビッグママです。なんだお前。しょっぱなから撮ってった、トレが。そうだね、ほんと。ね、アウトラストを続きやっていきたいと。リアクションが薄いって言われたから、今回の動画でははっちゃけると思います。ほう。予告します。はっちゃけます。トレガーがいる。で、トレガーに干潮すると。あ、でも人差し指こいつないのか。あー、あー隠れる。 あれ積んだ積んだ隠れる積んだ大丈夫。ここ、ね、ここ隠れてたら大丈夫。意外とこのゲーム積まないね、積みそうで積まないこのゲーム。優しい設定だね。で主人公が、ね、主人公が指の痛みでうなってる。普通の人ならさ、指切られたとこ見たらさ、そっちしちゃう。どんだけとかじゃない限りさ、どんだけすごいな、精神、精神と肉体のお持ちの人なんだ。どんだけ過酷なとこにいたんだけど、OK、いなくなった。どこに行けばいいのか、今ちょっとよく。ああいたー。ああ走るの早いよー。安定のね、安定のここにね、うん。上がってこい。あ、そう。あ、こっちに来れない何かでもあるのか。多分結界があるのか。あ、結界があるね。そして決まってまたトレガーは左に行くんだ。ああ、でもバレる。だから私はベッドの下に入る。ナイスベッドイン。アンダーベッドインだよ。性的ね、描写含まれてるから、ベッドインとか言うとね、そういうふうに勘違いして。いや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 。っていうかはすんのかって。ここ別の部屋だな。ここ開きそうだな。開いた。閉じとこう。うるさい。音にびっくりする。あ、便所だ。早くキー探せ。いや、探したいよ。どこにあるのか全然わかんないですよ。バッテリーがありそうだな。あれ？ベンチを開けたはずなのに、一番右だけなんもない。ここはただのベンチか。いや、そう。子供の落書きをね、僕は今書いてます。いやいやいや、え？いちげるか。ん？お？別の感じの部屋だ、ここ。ありそうじゃね。こいつが、こいつが、どうした、うおい。ちょっと待って、これ、来そうだ、これ。閉めとけば。え、あ、来た。うわ、てん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 。ん、あれ追ってきてない。いや、ベッドの下。アンダーベッドイン。アンダーベッドイン。得意のね。ベッドインする意味あんまなかった。ああ、さて。どうしますかな。なんか、結構厳しいところに来てるな。ん？あれ？結構進んできたんじゃないですか。あれ見つかってない。セーフだった。待って、ここ行けそう。え、やばい！あー！痛いよー。急げ急げ急げ。
ちょっといつものとこに。いつものとこね。安定のね。いや、ベッドして入ろう。あれ、ちょっとベッドの片方が。あ、よ、ってき。ベアバディ。あれ、持ってこない。ん？あれ？あれ、なんか、決まって左にベッドの下か探してるから、いや、するっしょ。オッケー、今こっちにいるから閉じ込めちゃおう。はい、でここを押しちゃう。開ける、閉じる。おーい、おい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 、お猿、お猿のジョージかよ。あ、ここなんかロッカーじゃないや、あ、ロッカーある。ビビりすぎなんだよ、バカ野郎。バッテリーはないか。あった、違った。あった、バッテリー。バッテリーもないか。ないか。さて、ロッカーがある部屋だな、ここ。あ、まだある。え、ちょっと、なんだよ、バビ。お、こっち行っちゃう。あ、登れる、登れ登れ登れ。 OK、 オッケー、 OK、 OK。 あー下降りれる、よっと、そしとこ。あ、ドキュメントがある。デビッド・アンナプルナ。関係確認。ほうほうほう。あー、これ多分、この精神病院で働いてる人が、人事異動願いかなんか、させてくれっていう手紙かな。受け付けないんだろう、ね。受け付けないんだろう、ね。バッテリーリロードしよう。リローディング。開けよう。あ、ちょっと閉めない、閉めない。開けて。開けたら閉める。鍵ありそうだけどな。ドア全部閉められてる。ならここが開くのかな。あ、普通に開けちゃった。あ、鍵あった。いや、なんか怖いな。これ取ったらすぐ逃げるよ。これ、向こうに。取ったらすぐ逃げるよ。寝たためにこっち。ここは、まあ、いいか。取る。よし。すぐ逃げる。逃げる。あ、ちょっと、早く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 。焦りすぎやろ。どっから来たっけ？こっちだ。あ、あれ、間違ってリロードしちゃった。もったいねえ。焦りすぎ。やべえ、バッテリー1個無駄にしちゃった。まあいい、それはある。ここに来んのかな？好きでしょ。でん。ああ、来た来た来た。でん。え、ちょっとここに隠れよう。あ、いません、いませんよ。これさ、ロッカーみたいに穴ないから怖くない？その分。いや、そうだよね。あ、出てった？待って、別のドア開けてんじゃないか。行け、早く行け。行ったか。一
開けよう。これでいたら。ね。いない、オッケー。あっ！どあーあーええどこに行けばいい？こっちか。これもう、このままこうエレベーター行っちゃえばいいんじゃないの？うん、いいんじゃない？エレベーター。オッケー。え、俺は出る。よし。は？は？何してやめろ。おい。お。あれ反撃してる。おい。おい。おい。あ。あ。あ。やべ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 。すげえ。え、倒したじゃん。倒した。すげえ。ええ、この人と戦わないんじゃなかったのか。おめでとう。まあ動きそうだけどね、こういうやつ。ハゲてるから、外から。ハゲてます。トレガージュースの作り方、手順1絞る。ギャグが効いてる。ギャグが効いてるな。この状況で、なんてやつだ。どうすればいいんだ。あれ、どこ行けばいいんだ、これで。あ、これか？いや、指がなくとも、スラスラと進んでいく。さあ、どれが、これ、この映像どう思う？いいケツしてんな。プリティだ、プリティ。さて。ここは開かないもんね。あれこれ上と下行けるけどどっち行ったらいいんだ。とりあえず上行ってみよう。開かない。てか上行く必要ない。下に下がって早くここから出たい。開けてみるだろ。脱出しろ脱出を。脱出ゲーだろ。まあそうかな。ここは開かないね。でこっちがスキマスイッチだからこっちを通って。チームウォーク、チームプレイヤーはパトリック、ペトリアナっていう人なのか。キーパソコンみんな同じ映像流れてるね。そう最初入った時だもんね。あ、なんか広いところに出たよ。あ、え、あ、神父、神父、神父てめえこの野郎。の散々な、終わり？まあ違う。終わりか？散々な結果に、前座のことしやがって。これこいつラスボスだろ。これラスボスだろ。この人は襲われないのか。いや、じゃあ行こう。あ、またこっちも行けるわ。ん？あ？燃やせんじゃん。バッテリーある。で、こんなところで燃やすんだよ。火葬場に行け。じゃあ。だからね、トイレが全部閉まってるとなんかないか開けたくなっちゃうんだよな。と、こっちのドアも。開くな。うわぁ、あ、ここロッカーあるな。おしっこしてけば。いやいや、緊張で溜まってるでしょ。漏らしてるよね、絶対。指切られた時点でもう、うん、引きとかこれ。方向音痴にはね、隠れる場所が忘れそうで。どこ行けないの、先に。
どこ、あ、ここ空いてる。ここ行けるか。行けるんじゃないですか。なんか他に散策しないところがあった。はっ。ん、あったな、あったあったあった。しめしめ。燃えてね、向こう。燃えたとこ。もう一回越えてみよう。あ、足跡あるし。おぉ。で、神父が燃やしたのかな。どうだろう。え、でも燃えてるってことは、この病院すぐじゃなくなるってことじゃん。いやー、どうだろう。あっつい。あっ。この人が燃やしたのは、まだまともな人。お光る。指がない。もうキッチンから出られる。ここでは俺だけが被害者というわけではない。絶対に人が焼き死ぬのを待っている男を見た。想像し得る限り一番醜い死に方がこの場所にいるよ。スプリンクラーを回して消火しましょう。いいよ、出ろよ早く。いやでもね、消火しろと言うなら仕方ない。お物は消毒だ。寝ろ寝ろ寝ろ。下から行くの、下から。よっこらしょ。ちょっとなんもない。もう何も出てこなくていいから、それを願おう。ちょっと雨が降ってるな。干す隙間がある。ここ先何があった？なんだ今の。ん？あ、ここ。ロッカーがある。ってことは？よし。ってことは、まず、扉を閉めるじゃろ。閉めれない。閉めれない。扉を閉めれない。閉めれない。ならいい。回した瞬間。ん？あ、まず水、バルブを回すんだけど。とか、あのデブまだやっつけてないよね。うん、そうだね。俺、来たね。来た。うん、噂をすれば、噂をすれば、オーデブ来ましたね。いや、違う。隠れましょう。でも、ここに隠れたら絶対ここ一個しかないから開くと思うんだよ。実際戻るのは、いや、でも、あそこで現れるってことはもう、それを予期した上での設置されたロッカーじゃないか。でも、オーレブに見つかったわけじゃないから、ここに来るとは限らなくね。いや、どうだろう。鎖の音が。来てる、来てる。来てるな、これは。あれ、音はしない。どのタイミングで出るよ。何かを叩いてる音がしたけどな、今。っていうか、このハンディカムカメラは、バッテリーはちゃんとないとはダメだけど、容量に関しては無限なんだね。うん、でも、言うてまだ2時間ぐらい。いや、もう出るか。視界無理けよ、視界無理けよ。あ、ちょっと、リロードしてくれ。逆は？つりゃ問題は。もういない、いない、いない。こういう。聞こえない音か。聞こえない音か。近づいてるな。見方か。待って、こっちから来てる？もしかして。違う。あ、来てる。来てる、来てる、来てる。オープン。いや、ロッカーゲーだな。
えらい。呼吸の音がする。離れていくな。出よう。あー、はい、見つかった、お疲れ。いや、見つかってないぞ。見つかってないぞ。へえ、悪っ。どっちに行く？お、直進してった。直進はしてないな。まあ、それ行けば、これ、走って。いや、まだね、散策ができてないからね。行こう！あ。あれ、行き止まり？行き止まり？あ、行き止まり。じゃあ、ここは逃げれるところじゃないか、あいつから多分。そうだね。あ、ここに多分1個あるでしょ。人がいるよ。なんでここ？パンツ。ハゲを撃つな。相変わらず異常な人しかいない。精神異常者プラスこれだよ。そうで。うん、そういうことだよ。ね、大豚もいるし。あったあった。あったあった。王室。さすがに来ないよね。来ないじゃん。てか来れない。隙間があるから。で、向かい側に多分もう一個あるんですよ。まあそうだね。バレた、バレた、うっそ、見れる、見えるかこっち。ちょ、どこを歩いてんだ今。あったあったあった。絶対見つかるな。いやー、いける、いけたしょ。でも、音楽なくなったんでね。あ、なくなった。あ、こっち来てる。大豚に一度出す、引っ張り出されて、ぶん投げられたからね。な。はい、クリア。クリアかな。オッケー。さて、どの辺にあるんだ。ドキュメントがありそうだけど、ないな。ここじゃないのかな。これつながってんのに引っかかってるの。あ、いつかとね。どこだ。向かい側じゃないみたいだね。こっちじゃないみたいな。どうやらそっち側のようだな。どこにいる。あ、ここにありそうっすね。ありそうっすな。こんなところだな。隠れ場所探そうぜ、一旦。隠れ場所。ないか。ないっていうか、まず、バルブもないな。バルブはここにある、多分。開けたらあれだ。え、ロッカー絶対割れる、これ。いやー、大丈夫、大丈夫。扉もドアの扉が開いてるし、ロッカーが一つしかないけど大丈夫でしょ。お？出んねん、絶対出んねん。来るぞ。くねくねくね。セーフ。セーフ。ああ。もう25分だぞ、お前、録画。いや、とりあえずね、この、鎖の音が完全になくなるまで。OK。ひねる。今すぐ来そうだけどな。は
はい。さすがに来ないで。来てんじゃないですか。何がさすがに来ないで。失礼しました。あとはもうね、あれをポチって押して、またロッカーに入るだけだから。うん、大丈夫か？完全に行くまで待とうか、ちょっと、うん、その方がいい。そろそろね、主人公が持ってるハンディカムカメラの録画時間がね、2時間を超えようとしてる。そうやね。さあ行きますか。いない。鎖の音がするよ。近いよ。ここにいて大丈夫かな。オッケーオッケーオッケー。ゲーゲー、そこまっすぐ行っていいんじゃないですか。そうだね。違う？いや、ここでオッケー。オッケー。オッケー。からの。ここでセーブされたし、一回自分で売れ。これ絶対来るでしょ。ほら、水が降ってても鎖の音がする。あれ、音がしない。あ、してる。あ、危ねえ、今出るとこだった。うわ、目の前にいる。やばい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 。もう、ロッカーには気づかない。カメラにもちょっと、カメラにもちょっと水滴がついて。行くか。あっ、あー、ちょっとやばい。積んだ、積んだ、積んだ。積んだ、積んだ。積んでない。早く早く早く。はい、ちょっと。急ぎすぎた。オッケーオッケー。アホだな、お前。なんでこういうとこ慎重じゃねえんだよ。ああ、セーフ。んと？あれ？ここじゃないな。どっから来たっけ？まあ、こっち行ってみな。今空いてるとこじゃない？そこじゃない？ああ、こっちか。ここだ、ここ。あ、ここも消えてるわ。で、また神父のマーティン君を探せというか。これはいけないんでね。どこ取ったっけ。ここかな。以前ここ素直に飛び越えるんじゃない？いけない。よし。ああ、いや、キッチンだ。キッチンだから、ここから出れると。うわあびっくりした。びっくりした。押し倒していくだけかい。今のはびっくりした。今のはびっくりするわ。いや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 。内臓が。なんで足やんだよ。毒がね。さて、じゃあ。気もいいところで、冷や汗も帰ってきたから、今回はここまでしますか。はい。じゃあ、ご視聴ありがとうございました。お疲れさんです。